はい、こんにちは、団長です。今日は2021年5月の18日の火曜日ですね。今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、ではまず日経平均ですね。18日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発し、前日比582円高の 28,406 円84銭で終えたということです。はい、国内外からの押し目買いが優勢で大幅高となったということですね。はい、ファーストリテイリングなどのネガサ株や、鉄鋼、自動車といった景気敏感株、半導体関連と幅広いですね、銘柄が上昇したということです。はい、前日のアメリカ株式相場では、小幅安にとどまり、このところ弱気に傾いていた投資心理がやや持ち直したということですね。先行して下落していた日本株には朝方から押し目買いが先行したということです。短期的には相場が戻りやすくなると見た、商品投資顧問などの買いが入ったということですね。はい、東証一部の売買代金は概算で2兆7535億円、売買高は12億3150万株だったということです。東証一部の値上がり銘柄数は1817と全体の約8割を占めたということですね。値下がりは322、変わらずは53銘柄だったということです。はい、ということでですね、早速チャートの方ですね、見てみましょう。先週のですね、下落、ここからスタートして月曜日ですね、火水木金といったところまで来て、今週ですね、月曜日が、価格はですね、初めが高かったんですが結局陰線ですね。で、今日ですね、陽線で盛り返してきたといった形です。形としては一旦ですね、上昇、下落から上昇に転じているような雰囲気もあるんですが、まだですね、移動平均線がここですね、まだ紫が回ってます。団長の検証動画第1弾の紫割れをこの日にですね、起こして、この日から一気に割れてきて、まだですね、紫を超えてないといったところです。この形、まだ完全にですね、下落トレンドの中に赤の移動平均線が入ってきてしまってますので、このまま一気にですね、3万円到達ということはちょっと難しいかなと考えてますので、ある一定期間ですね、上昇した後にこのですね、紫に当たって下落するというようなことも心配しながらトレードする必要があるかなと団長は考えております。はい、ということですね、今日は全体の約ですね、8割が上昇したということで、やはりですね、チャートを見ていくと下半身銘柄が多かったので、一旦ですね、今日は、上昇銘柄ですね、下半身銘柄をご紹介していきたいと思いますが、はい、やはりですね、こういったここですね、紫ゴケのところを注意しながらですね、下半身銘柄、個別銘柄については、買っていく必要があるかなと団長は考えております。はい、では早速いってみましょう。はい、1つ目の銘柄です。1つ目の銘柄は7752のリコーですね。リコーはこの辺りが1回高値ですね、高値となって、そこまで綺麗なパンパカパンでした。で、その後ですね、ずっと横張り続けて、この日ですね、5月の10日の月曜日に一気に抜けたといったところです。この形ですね、なかなかいいですね。完全な節目抜けで、団長の鉄板チャートでご紹介したいような銘柄ですね。で、この後上昇していくんですが、またですね、下がってきてしまって、今ですね、ようやくもう一度下半身つけたといったところです。前の高値にほぼ並んでますので、これですね、明日以降で抜けてこれば一気に強い形になってくるかなと思っています。終値ベースで見ると1249円、この高値ですね、ここの始め値が1238円、上髭頂点が1244円ということなので、1249円、今日の方はですね、少しだけ高いかなといった形です。前の高値も抜いてきたといったところまで来ているというところですね。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、移動平均線が下から青、紫、緑、赤ですね。基本的には上昇トレンドの中にいるといった形になってますね。1200円の大きな節目から抜けてきた、今ですね、コマとなっているといったところになりますので、この後ですね、利口、次に待っているのがこの辺りの高値ですね。少し引きの形で見てみましょう。はい、この辺りの高値ですね。ここの上髭頂点が1287円ですね。こちらの頂点で1249円といった形になりますので、もうそろそろこの天井圏を迎えますので、これがですね、必ず次はですね、意識されてくるかなと考えておりますので、この辺りの近辺ですね、まで届いてきたので、この後どうなるかというところを見ていきたいなと団長は考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。
はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8593の三菱 UFJ リースですね。こちらはパンパカパンで上昇してきて700円の壁に当たって下落開始して、ここですね、完全にサポートされてます。青の移動平均線にサポートされて、今ですねかなり移動平均線集中してますね。その中で綺麗な下半身が出てきたといった形です。これもこの後ですね上昇してきたらですね、団長の鉄板チャートでご紹介したいような、なかなかいい形のチャートかなと団長考えております。週足で見てみますと、こういった形ですね。下に紫と青がありまして、上に緑、赤、上昇トレンドですね。上昇してきて一旦休憩してですね、下落してきた中の押し目買いが入ってきているといった形のチャートパターンになっていると思いますので、ここもですねなかなか綺麗な下半身だと思いますので、買いのですねエントリーを入れていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は1605の国際石油開発ですね。こちらも移動平均線が今下から青、紫ですね、緑、青、赤といった形です。この辺りまで上昇してきて、そこから少し横ばり始めて軽く下落してったんですが、上昇切り返しましたね。で、青抜けをした後に一旦下落したんですが、また下半身つけてきたといった形で、こちらもですねなかなかいいチャートパターンになっているかなと考えております。週足で見てみますとさらにいい形なんですね。逆パンパカパンでずっと下落してきた国際石油ですが、その後上昇して一旦紫に当たって、紫ブロックを食らってしまった後に今ですね下落してきて、緑の移動平均線にですねこちらにサポートされる形で上昇してきているといった形になってまして、またですね今紫抜けをしてきているといったところまで来てますので、この後ですね一旦抜けたんですが負けて、もう一度紫抜けをトライしているといった形になってますので、綺麗な上昇パターンかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4005の住友化学ですね。住友化学についてはここまで綺麗な上昇トレンドで、ここにもですね同じように横ばってきて、一旦600円の頂点をつけて下落開始で、その後ですね今日また下半身ついてきたといったところです。少しですね移動平均線、赤の移動平均線自体はあまり元気がない中のパンパカパンでの下半身ですね、こういった形になってます。綺麗な押し目買いなのか、この後ですね600円抜けてくれば綺麗なですね上昇トレンドに入っていくかなと団長は見てますので、この住友化学についてもですね600円抜けが非常に重要なポイントになってくるかなと考えております。週足で見てみますと、週足ですねまだ600円抜けてないといったところですね。この前の週で1回抜けたんですが、この後抜けるかどうかで大きくですねこのチャートパターンも変わってくるかなと団長は考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8601の大和証券ですね。こちらについても上昇トレンドの中にいますね。紫の移動平均線と青の移動平均線はですね綺麗な形で右肩上がりになっていると、その上で緑と赤がですね少し暴れているかなといったところですね。一旦ここ下落してきて、青の移動平均線にサポートされた形で上昇で、その後ですね大きな上髭天井をつけて下落、ここですね一番最後が目標日ですね。で、金月火といった形で3連チャンで上昇していっているといった形です。昨日の時点ですねこちらが下半身ですので、エントリーするポイントとしては本来はですねパンパカパンの中での下半身、ここを狙っていくと今日はですねしっかり取れたといった形になってくるかなと考えております。この後ですね上昇していくとすると、この前の高値ですね、この辺りをしっかり抜けてくると引き続きですね上昇トレンドかなと思いますね。週足で見てみますと、下から青紫ですね、緑赤といった形でまだ綺麗な、パンパカパンではありませんが、このまま、この形ですね、この緑の移動平均線の右肩上がりのこの形をキープしていくとですね紫青必ず変わってきますので、そこで週足ベースでのパンパカパンになるかなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3099の三越伊勢丹ですね。こちらについてもパンパカパンで綺麗に上昇してきて、この後ですね3月を頂点としてまた崩れ始めてしまって、今ですねもう一度紫にサポートされる形で上昇しているといった形ですね。こちらについてはですね週足の形で見るとかなり綺麗です。週足です。週足で見てみますと、逆パンパカパンでずっと下落してたところから切り返していった紫抜けしてるんですね。で、紫抜けした後に最
再度下落するんですが、紫と緑ですね、 20週移動平均線と100週移動平均線にサポートされる形で上昇してですね、今週陽線つけているといった形です。この週ですね、この週が下半身になりますので、長期トレンドでですね見ていくと、伊勢丹についてはここで綺麗な日大で上昇していくと、こういったところをですねストーリーとして今週ですねしっかり見ていって、この上昇トレンドを取っていきたいなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8002の丸紅ですね。丸紅についてもパンパカパンから1回崩れて再度ですねパンパカパン復活だったんですね。このあたりが綺麗なチャートですね。パンパカパン復活の綺麗な陽線で、この後前の高値抜けして抜けて1000円のところで止まって、ここでですね一回手締まりだと思いますね。大きな陰線つけましたので、1000円の大きな壁で一回阻まれていると、一旦ここで手締まりかなというような形で、その後ですね大きく下落、これが水曜日ですね。で木曜日で、緑にサポートされて下落が止まって、金曜日陰線、月曜日も陰線ですね、という中でようやく今日下半身がついたといった形です。まだですねこちら移動平均線、赤の移動平均線が右肩下がりの中での、ですね、下半身といった形になりますので、形としてはですねあまりまだ綺麗じゃないかなというような形だと思います。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、下から青、紫ですね、緑、赤といった中で、上昇トレンド、一旦休憩、その後の上昇で大きく上髭の陽線といった形になっています。こちらはやはりですね、日足で見た方が分かりやすいですね。次、ここは、1000円が大きな壁になってくるかと思いますので、もう一度ですね、ここをトライして、ここで、この辺りでですね、陰線つくとダブルトップでの下落と、大きな下落が待ってるかなとも思いますし、ここですね1000円まではこのまま綺麗に下半身で上昇していってほしいなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は7731のニコンですね。ニコンも、団長ニュースでですねよくご紹介させていただいてます。綺麗にパンパカパンで始まって、で今ですね一旦この先週ですね、日経平均と連動するような形でこけたんですが、やはりですね強いですね、3連投といった形で前の高値ですね、実態としては1100円抜いてきているというところまで来ております。週足で見てみますと、ついにですね、下から逆パンパカパンだったこのニコンですが、上昇してきて紫に当たってしまって下落しそうなところから切り返して下半身つけたといった形になりますね。その中で紫の移動平均線、紫抜けをしてきてますので、これはですねなんとなく団長は強いかなと考えております。はい、じゃあ次の銘柄いってみましょう。はい、続いては団長の鉄板チャートをご紹介したいと思います。続いての銘柄です。続いての銘柄は4042の闘争ですね。こちらは時は2015年の4月の1日の水曜日のチャートとなります。はい、今日ですね団長がご紹介したいチャートポイントとしてはこちらですね、この団長マークの赤い線のところです。今日ですね非常にシンプルです。理由は2つありますね。1つは横ばいからの節目抜けというところで、ここですね綺麗な形で節目がありますね。価格の節目1200円を軸として、1回当たって下がって、もう一度当たろうとして下がって、もう一回下がって下がって下がってといった形で下がるんですが、ここですね下にも、ここですね節目があります。下げきらない、ここは緑にサポートされるし、ここもですね青と緑になんとか持ちこたえてサポートされていると。でこちらについては紫の100日移動平均線にサポートされたりしているという形で、綺麗な細かなボックス相場で抜けることもできないし下げることもできないといった中で、ポーンとですねこのような形で陽線がついたといったところですね。ここでエントリーしていれば、この陽線ですね見てエントリーだとここまで取れて、この後ですねどこかで利確すると、この辺りで利確するのかなと思いますね。相場先生の9の法則を使うと、下から 1,2,3,4,5,6,7,8,9 この辺でですね一旦切っておく、横張り始めているので一旦切っておくというのが綺麗な形かなと考えております。で2つ目の理由としてはパンパカパンですね。ここ綺麗に下から紫、青、緑、赤、パンパカパンになりたてのところですので、ここでエントリーして、この後ですね、パンパカパン何回か上昇していく最初のきっかけになるかなと考えております。ということで、ここでですね、一旦利確する、もしくは緑に当たってしまうまでずっと持ち続けるとなると、ここですね、ずっと我慢し続けて、
緑が1回ですね、ここでクロスしようとするんですが、ここでまた綺麗な下半身つきますので、ここまだ我慢できるかと思います。でその次、この大きなですね上昇を取っていけるといった形になりますので、見方としてはパンパカパンですので、緑にひっつくまで、すでにここでエントリーできてて、利益が出ているのであればずっと我慢し続けて、これが取れるというようなパターンになってくるかなと考えております。はい、以上今日は2021年5月の18日の火曜日ですね、団長ニュースの方をお送りさせていただきました。移動平均線の並びとしてはこれですね、ずっと高値切り下げしてますので、今日ですね綺麗な陽線が出たものの、この後ですね一気に上昇することは団長ないかなと考えております。今日ですね下半身銘柄、何点か、ご紹介させていただきましたが、これがですねずっと続くとは考えにくいかと思いますので、こちらについてはですね短期で狙っていきたいなと団長は考えております。はい、いつも最後までご視聴いただいている方、本当にありがとうございます。今週ですね、非常に危ないトレードになってくるかと思います。できるだけですね、団長ニュース上げていきたいと思いますので、ぜひともですね、またチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、今日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。